こんにちは、吉田さん。やっぱりね、成功者の思考っていうのは、何が起きても自分のせいというかね、自分の見通しの甘さというか、自分が行き届かなかったからだなっていうところを変えないんですよね。あいつのせいだとかね、騙されたとか詐欺だとかいうね、そういう少ないレベル、低いレベルではものを考えないんですよ。じゃあどうやったら騙されずに済んだのかな、そもそもなんでその人は自分を騙そうとしたのかなって感じですよね。じゃあ自分のことを騙すよりも自分と一緒にいた方がいいよっていうふうになんで感じさせられなかったのかなっていうところですよね。でよくね、騙されたとかね、貸した金が返ってこないっていうことがありますよね。貸した金が返ってこないってどういうことか、よく考えてみたら本当にね、それを嘆くのはバカバカしいことだと、恥ずかしいことだって気づくんですよ。じゃあ誰かに100万円貸しました。そいつが逃げました。どういうことかというと、100万円を持って逃げたやつはあなたとの、貸した人との関係を100万円以下だと見積もってるんですよ。だから100万円持ってった方が得だって感じたんですよね。要するにお金を貸した人の価値はその人から見ると100万円だったんだよってことなんですよ。なんとも安っぽい話じゃないですかね。でもね、100万円持ち逃げしてその人との縁がなくなっちゃったらすごい損だなと思ったら絶対返しに行きますよ。もしくは100万円返せなかったけども3万円しかないんだけども、これから何年かけても返しますということで人の縁をつなぐんですよ。で逆に言うと、返し続けてる間はずっと人間関係続きますからね。しかもね、お金を人質に取ってるから借りた方が強いんですよ結構ね、だからそういうところもあります。だからね、成功者は全部自分が悪かったと思うんですよ。渋滞にはまりました、くっそー渋滞めーみたいな思わないんですよ。しまった、この道選んじゃったよ、別にいい抜け道あったはずなんだけどなってすぐに調べ始めます、ね、そして次に同じようなシチュエーションに出くわした時に、この前渋滞にかかったからな、この道はやめとこうか、もしくはこの前渋滞にかかったからな、だから渋滞にかからない時間に出ようか、もしくは交通手段を変えようかってことになります。改善が進むんですよ。でもね、いつも人のせいにしている人ってまた同じ穴にはまるんですよ。改善してないから、他者が自分に配慮してあれこれ動いて自分の妨害にならないようにって考えちゃうんですよね。いやだからうまくいかないですよね。だってね、今不景気だから儲からないとかお金がないって言ってる人、世の中が好景気になるまでずっと貧乏だよってことをね、認めてるんですよ、ね、いやうちの会社はね、こういう経営者がやってるからなかなか変わらないんだよ、ダメなんだよっていう方、経営者が変わるのいつですか？誰が変えるんですか？変わんないかもしれないですよ。そもそもそんな状態の悪い会社選んだのは誰ですかってことですよね。よくね、昔ブラック企業に勤務して苦労したんだって言いますけども、そのブラック企業は誰が頼んであなたを採用したんですかってことですよね。あなたが希望してそこに、そのブラック企業と言われるところに入ったんですよね。いや入ったところまで知らなかったよって言いますけども、調べないんですか会社のことをって言います。だからね、うまくいく人とうまくいかない人ってこんな違うんですよ。まあネタとして使うのは別ですけども、まあ、今回の動画ね、ちょっとね、すごく身近な例でいきましょうか。それはね、ブラック拘束ってやつがありますよね。今日のタイトルです、ブラック拘束ね。学校の拘束でふざけたのがいっぱいあるよってからね、言う人います。ネタとして言うならいいんですけども、本当にそれで苦しんでる人いるんですよ。拘束に、ものすごくね、それこそ拘束感を得てる人ね。拘束では、髪を染めてはいけませんって言うけども、学校に行って髪染めたら怒られた。髪をね、墨汁で塗られた、切られたみたいなこと言ってますよ。被害者面してますよね。待てと、お前学校入る前に拘束程度は調べろよとじゃあ何しに行ってんだっていうことですよね。で、自分が入ろうとしている学校のことをリサーチせずに、最低限のレベルで拘束を調べずにね、そこ入って文句言ってるという、これどっちが悪いんですかと、お前が選んだ学校が悪いんだと、学校はこういう拘束に従える人はどうぞ来てくださいって形で募集してますよね。拘束は破ってもいいけど募集なんてことないですよ、だからちゃんとブラック拘束とか言って泣き言言うんだったら、入る前に自分で文字が読めるんだったら調べなさいよって話ですよね。それこそブラック拘束問題ってのは小学校で起きてますか？大体中学高校でしょ、中学多いですよね。そんな何も考えずに自動的に近所の中学校があるからってんでたまたま入っちゃうから、そういうことになるんですよ。で、日本全国選択の自由があります。それこそね、お金とのバランスとか引っ越しができないからとか言うんだったら、それは
学校に入った後校則を変えればいいわけですよ、ルールをね。でそれをブラック校則だとか言ってね、へしゃげたりとかね、うん、人権蹂躙だとか言う前にね、うん、あなたがそれを変更する手続きを取りましたかとか、変えていくための何かね努力をしましたかってことなんですよ。じゃあそれが大人になってもね、不景気だから儲からないとかね、コロナだからしょうがないっていう発想になるわけですよ。確かにしょうがない部分もあるんですよ、それも理解してますけども、コロナだからっていうので最初の一歩すら踏み出さないのか、それともね99歩を踏み出して最後の一歩が至らないから、あコロナだからやっぱり最後の一歩踏み込めなかったよっていうのか、同じ結果が出ない人でも全く内容が違います、過程がね。だからよく結果じゃなくて過程が大事っていう綺麗事言う人いるでしょ、まさに今私が言ったことですよ。過程が大事だっていうんだったら、過程がどこまで進めたかですよ。最初の一歩すら進めなかったんですかと。99歩は進んだんだけども、その過程を見てくださいと。最後の一歩がコロナだからダメだったんですっていうのかですよね。まあうまくいく人といかない人の差っていうのはここまで大きく開いてるんじゃないですかね。そして結果じゃなくて過程が大事っていう人に限って、過程すら何にもないんですよ、プロセスすら、うん、それじゃあまあどうにもならないですね。ということでブラック校則。